おばさんがボバティーを飲みながら抹茶タピオカドリンクを飲みながら皆さんからもらって質問を答える動画です。まあ、ゆるく聞き流してください。ランダムに答えていきますね。全然予習してないからペラペラと喋れないけども、質問、ビデオ再開はどうして？私もどうしてかわからん。まあ、なんかコロナで旦那さんも家にいるし、私も家から仕事してるし、あんまりこう撮る暇はもちろんなくて、まあ、あとは私のお店が引っ越ししたりとかバタバタしたんだけど、ちょっと落ち着いたかなっていうタイミングで、生活のリズムがちょっと安定してきたかなっていうのがあるので、再開っていうか、ビデオ YouTube 撮れる時間が増えたって感じ。特にこれといって理由はない。なんか目的があるとかなし。コロナでのサンフランシスコの状況は、会社の自粛や給付の制度、学校の授業など、まあもうガチロックダウンっていう感じじゃないから、まあ会社とかはまあ自分たちで責任持ってやってみたいな感じなわけだから、シェアオフィスみたいなのはもちろんクローズするし、まあまず社員が来たくないよね、交通機関使って。だからもうサンフランシスコはほぼほぼ会社に行かないって感じ。本当に、なんか銀行も開いてないしさ、開いてる店舗もあるよもちろん、だからすごいリミテッドで、なんかここは開いてますっていう感じだけど、ほとんどの会社が自粛してる感じ。もう会社には行かないで、やっと本当にここ数日で飲食店の室内での飲食ができるようになったから、とはいえまだ 30% 制限させられるんだけど、だからなんかジムとかがオープンしますよ、予約制でねオープンしますよとかなってきたので、会社に、まあ、週に1とか週に2とかは会社集まりますかみたいな流れにはなってるけど、まだまだサンフランシスコ自体は IT のところだから、家からやってもいいんじゃないっていう感じだね。会社はね、飲食はみんな頑張ってキッチンとかで働いてテイクアウトとかしてるけど、会社っていうのはそんな感じ。まあだからサンフランシスコ特有かもね。本当にIT のスタートアップの会社がすごく多いから、まあワークフロムホームだね。で、給付の制度、一人当たり600ドルが支給される。で、これついこの間第2回目もその600ドルが支給された。だから2人家族だったら1200ドル、4人家族だったら2400ドルみたいな感じで、銀行に振り込まれる、チェックかな、小切手が郵送されるっていう感じ。それが2回目がこの間ありました。で、学校の授業はなんか、なんて言うんだろう、託児所みたいなところはやってる。だから自分で私立っていうか、パブリックじゃない、なんていう、パブリックスクールってわかるかな、これ公立みたいなところはもうほぼ全部がオンラインで、私立のやつとか、まあ、認可受けてないって言うとあれだけど、まあ、なんか個々でやってる学校みたいなのはオープンしてるみたいです。はい、次、海外に移住されてる方の一時帰国で日本での医療の治療や検診などの医療費は全額支払うことになるんですか？はい、要は私みたいな海外 に住んでいる人が一時帰国で日本に帰りました。で、そこで多分歯の治療とか病院に行ったという場合は全額支払いです。まあ
たまにその保険の種類、まあ、私がその加入してる、医療保険によっては、何割かはカバーされるかもしれませんが、基本的には全額です。まあ全額といってもね、日本は安いから、まあ、全額払ってでも日本でやろうみたいな感じを私たちは歯医者に関してはね、アメリカの方が最先端なくせに値段は日本とはあんまり変わらないからアメリカでするけど、病院系は日本の方が圧倒的に安いから、じゃあ日本で受けようかってなったりとかはします。全額負担でも全然桁が違うから日本の方が安いから、なんか全額負担でもなんかそんなに、あ、もう全然もう全額でいいのでやらさせてくださいっていう感じです。だからみんなが日本に今住んでて、例えばハワイに行きますとか言ったら、海外保険みたいなのは短期間でも入っていった方がいいよ。もしハワイで何か事故って入っ、ね、救急車で運ばれたとかなったらもう本当に大変だから、1週間とかでも、そのなんか何 AIU だっけ、海外保険みたいなやつ入っておすすめです。おすすめっていうか入っていかないともう破産すると思う。今、娘中2と息子小4と育てていますが、いろいろ世の中のことをご存知なピンクさん、いや、これ勉強しといた方がいいと思うことありましたら教えてください。やはりプログラミングはこれから必要ですよね。今後授業でも必要となるみたいです。他にもこれやっときゃ困らないとかありましたら教えてください。お金周りは勉強してもらった方がいいんじゃないですかね、多分。だって学校で教わらないでしょ。だからまあ、旦那とね、昔ね話したことがあって、将来子供ができたとします。でその子供にどういう教育させたいかねみたいな、まあそんなに私たちこうさせたいみたいなの全くなかったんだけど、お金周り、まあ、自立させたいっていうのはもちろんあって、だから、小学生高学年ぐらいになったら、まあ、例えば、まあ、2000万円とか、要は大学卒業するまでにかかるであろうお金をもう一括で預けてしまって、銀行とかにね。でその小学校、その高学年の段階で大学に行くならこれから出すとか、まあ行かなければこれを使って何かするでもいいけれども、その計算しながらこれを使って生きていけみたいなのをやろうっていうのは、お互いそうだねそうだねって言って、それはやりたいねっていうのが唯一それだけだった。私と旦那さんがやりたいって思ってた子供に対してのなんかやらせたいことが、そのお金周りのことだった。だからまあそれを、そのお金をね、もうすごい大金だからあれだけど、だまあまあそれを使っておもちゃ爆買いしても別に何も言わないし、でも後で困るのは本人だから、まあ、例えば私立の高校行きたいとか留学行きたいとかなった場合、お金が足りなかったら自分で稼いで学費稼いでこいみたいな、まあ、もしくは学校行かずにそれを事業資金として、事業を起こす、まあ、起業する、まあ、そっちの方が可能性は高いと思うんだけど、そういうのに使ってもいいみたいな、まあ、あとは海外一周したいとかだったらそのお金で一周旅行世界一周旅行してもいいしみたいな。その2000万円以外はもう手出しをせんよと。もちろんね、家族でご飯食べた時とかはもちろんそれは出すけど、それ以外、例えばなんか自分でお菓子食べたりとかゲーム買いたりとかパソコン買うとか、もうそういうのはそのお金から全部払ってもらって、学校もそれ、習い事もそれ、なんか自分のその大人になるまでの人生、まあ、大人になったら自分で稼ぐからさ、まあそれはなんか引き継いで持っていっても全然別にいいんだけど、それまでのやつは計算しながら使えと。だから車欲しいとか、どうぞそれから払いなさい、免許とか資格とかもそこから出せっていうようなのを、中学校入る前から、渡してやらせたいなっていうのは
ありました。だからもちろん英語勉強した方がいいとかプログラム勉強した方がいいとかいうのはもちろんあるけど、結局大人になってから一番大事なのはそのお金を管理するというか、お金の使い方とか、あとは要は経営者だったら人の使い方、優秀な人を雇ってその人をなんかどうやってモチベーションを上げて自分ができない仕事をやってもらうかとかになっちゃうから、そこだからお金周りは勉強させたいなって私の場合は思います。大丈夫かな、そんな答えで。はい、次の質問。この世に黒がなかったら何色推しでしょうか。予想ではグレー、シルバーかな。まあ確かに汚れが目立たないのはグレーなんだよね。白か。でも汚れちゃうから、砂色に落ち着くかな。いろんな色の砂色、砂色なんていうの、砂色。でもまあ自分の肌の色に近い色になるかも。だから遠目で見たら裸って思うかもしれないけど、全部肌色とかにするかも。引っ越し後そちらの住み心地はどうですか。また少ししたら引っ越ししますか。まあ引っ越しした距離もね、5分、車で5分とか10分以内でずっと引っ越してるから、あんまり劇的に変化するっていうことはないんだけど、住み心地はいいよ。しかも今住んでいるところは昔も住んだことがあって、出戻ったって感じ、エリア的に。だから住み心地がいいのはもちろん知ってて、今コロナだし、じゃあこのエリアが便利かもねってことで出戻ったっていう感じ。そう、また引っ越しかもね、分かんないこればっかりは。けどまあなんかアメリカってその同じところで更新すると家賃がもうほぼ 100% 上がるから、毎月だいたい200ドルから300ドルは上がる。最低200は上がるんじゃないかな、毎月ね。だから毎月3万円上がってみだから日本だとさ、年間で毎月だって上がっても5000円とかさ、1万円とかじゃん。でも毎月3万は上がるからさ、だったら更新せずに新しいとか入ろうぜってなっちゃうから、わかんない、また引っ越しするかも、それ次第。なんか無駄のお金は出したくない、できる限りって感じです。次、私は人の最後に関係する仕事についています。ピンクさん、死後の世界とかあり得る世界だと思いますか。またお化けとかは信じる。信じるっていうか、あります。死後の世界はありますし、お化けもいる。お化けに関してはいると思うぐらい、私見えないから。でも死後の世界は実際に存在していると思ってます。だからまあそうだね、まあ死ぬような機会はなかったけど、一度三途の川は見たことがあった。なんか勉強しすぎて頭おかしくなっちゃった時があってそう、その時三途の川は 見たことあった。すっごい綺麗だったけど。次、また生まれ変わったら旦那様と結婚したいですか。いえ、結婚してくれるかなまあだいぶお互いすごい個性的だから、まあすごくいい質問で、まあ今の旦那さん以外の他の人と結婚してみたいなという願望はない。結婚願望はある方だったんだけど、この人だったら結婚したいみたいなのが本当になかったから、でいきなり現れたのが旦那さんで、まあこの人かもねみたいな、なんかうっすら結婚するんだったらこの人なんだろうね、ふーんみたいな感じでなんかサクッと結婚したから、多分生まれ変わってもなんか私と結婚したいって言ってくる人がまずそんなにいないと思うし、だからまあ結婚してくれるんだったらまた旦那さんなんじゃない、
気が向いてたらね、向こうがって感じよ。もう私のだって親族は絶対結婚できると思わんかったって言われよったもんね。浮いた話がなさすぎて。私のピンクさんのアクセサリーが見たいです。あ、アクセサリー動画今度出そうかね。今はねこれしかしてないわ。これはね友達の姉妹が、東京にいる友達の姉妹がやってて、コスミックシスターっていうちょっとねスピリチュアル系のなんかすごい気のいい姉妹がいて、そこが作ってるやつ。よかった、いいよ、気分上がる。まあでもやっぱあの黒いマスク、なんかヤスのブランドもそうだけど、やっぱり自分の好きな友達が作ってるのを身につけるっていうのはすごく気分が上がるから、なんかできるだけお金を落とすんだったら、友達のところで落としたいなっていうのが強め。だから持ってるものもそうね、友達から買ってるのが多いかも。今度そんなにね量は持ってないんだけど、私アクセサリーはい、家中のアクセサリーを集めてやろうかな。落ち込んだ時にどう気持ちを切り替えていますか？私は過ぎたことは仕方ないと切り替えるのに時間がかかってしまいます。あー、わかる。まあ基本あんまり落ち込まないんだけど、だからこそたまに落ち込むとすごい、どうやってこれクリアしてたっけっておどおどおどっていうなる感じで、まあ CBD 飲んでなんかリラックスさせて、なんか変な邪念とかを取っ払ったりするし、あとはなんかセージ炊いて空気から浄化したりとかもする。だから本当は考えなくてもいい不安がブワーって出てきて、あれこうかもしれない、ああかもしれないみたいな、なんか全然関係ないところまで考えてしまってっていう、この意味のわからんこの無駄な思考を物理的に消すために聖地焚いたり、あとはキャンドルとかでもいいけど、火燃えるやつって結構空気が浄化するんだって。だからまあ聖地焚くか、アロマキャンドルみたいなキャンドル焚くとか、あとは料理してみるとか、なんかに没頭して時間を過ごしてると、あれそんな考えなくてもよかったかな、この問題みたいな感じになるかも。結局時間が解決するんだけど、その解決するまでのその時間をできるだけ何かに集中させて過ごしたいから、まあ私は CBD 飲んでリラックスさせて、なんか政治焚いて、そういう時ねタロットしない、出てくるから、その落ち込むとかそういう暗いタロット出てきちゃうから、それ一切しなくて、まああとはなんかポジティブな考えを持ってる友達と電話するとかね。その悩みは言わなくていいよ、もちろん頭の中のこととか言わずに、普通の世間話っていう感じで、ポジティブなことしか言わない友達に電話するとか、なんかお茶してみるとかはいいかもね。ポジティブなことしか口にしない友達は本当に大事なので、日頃からなんかコンタクトを取っとくといいかも。私はあんまり大人数でいるのが得意ではなく、集まりなどから帰ってくるとぐったりしてしまいます。私もです。生活に支障が出る時もあります。私もです。楽しかったと思った日でもぐったりします。私もです。マジそれ、自分で開いたパーティーですらすごい疲れて帰ってくる。いやー、わかる。そうそうそう、私そう、前に人がたくさんいて電車はダメだとおっしゃってたのを思い出し、状況は違いますが何かアドバイスいただけたらと思います。うん、なんか私は問題これを回避するためにもう事前に電車には乗らないみたいな。でパーティーとか集いは開くけれども、自分の好きな人しか呼ばないみたいな、結構もう削ってっていう生活をしてるから、まだまだ楽な方だと
思うけども、しょうがないよね、子供の習い事とかね、行かなきゃいけないことみたいなの、仕事とかね、いやーどうしようかな、もう私がその場合だったら行きたくねえな、行きたくないっていう選択肢がないんだもんね、行かなきゃいけないんだもんね。もうそうしても私目合わせないあのね、目から入ってくんのよ、情報もそうだし気とかも、だから目を合わせると結構余計病むから、できるだけ目は本当に見ないようにしてます。あとは私よく伊達、ね、メガネしてるじゃん、これは一応直接目を見られないようにしてる時もある、だからこれちょっとフィルターかかってるって感じ。あとはなんか目を見ずにここら辺見たりとかする人の、いや目見てもらっちゃうから、なんかその人のなんかあのネガティブなのとか、だから基本はあんまり、まあ、行かなきゃいけない用事には行ったとしてもあんま喋らないっていうか、でもまあ交流しなきゃいけなかったとしたら目を見ない、 目は見ない、だからもうここでこの男子さんの目みたいなのこことかこことかを見ながら、もう回避、少しでもぐったりしないようにするんだったらね、目は見ない方がいいです、マジでやられます。ピンクさんの喋りが好きでいつも見てます、ありがとうございます。サンフランシスコのお気に入りの場所やピンクさん目線の今のサンフランシスコについて聞きたいです。それとアメリカで個人で起業した経緯も差し支えなければ教えてください。サンフランシスコのお気に入りの場所は、気がいいところになるので、私の好きななんか魔女セレクトショップ屋さんとか好き、なんかオイルとかだけ置いてるみたいな、なんかローズヒップシードのオイルとか、あの顔とか塗る用のね、魔女の部屋がセレクトショップになりましたみたいなところはすっごく気がいい。でまあ、そこのお店も定期的に整理大抵なね、営業中も、だからなんかね、そのお客さんなんかどんよりした空気が思ったお客さんが入ってきても定期的に浄化してるから、すごくなんか空気がすごく澄んでて、都会の中でもね、なんかそういうショップがお気に入りかも。あの観光名所とか私あんま好きじゃなくて、要は人が集まるあの名所は好きじゃないからあんまり行かなくて、もうローカルのもう住んでる人しか知らないだろうみたいなところとかが好きです。今のサンフランシスコについてはまあさっき話したかな。アメリカで個人で起業した経緯差し支えなければ教えてください。私はもともと起業家だったし、うちの家系も起業家と経営者家系だから、もう自然に息をするように起業してるみたいな、もう何もそこに理由はないみたいな感じなわけ。私にとっては、すでに存在してる企業に入ることの方がすごいストレスで勇気のいることなのね。だから、私はタピオカが好きです、もう週5飲んでました、半年で6キロ太りました、あらこれは大変って調べてみたら、タピオカってすごい体に悪いのねみたいな、着色料であの色にしてんのみたいな、みたいなことが多くて、だったら健康的なボバティーを作ろうって始めた感じなのね。だから世の中に存在していない、私がやった方が早いだろう、じゃあやるかみたいな流れで起業したみたいな感じだから、よっしゃアメリカで起業してやるぜみたいな感じは全くなく、何か問題、まあ社会的な問題でも何でもいいけど、もうなんか問題がありますで、誰も他やらないのみたいな、誰もやらないんだったらもうしょうがねえやるかっていう感じになっちゃう、それが経緯です、大丈夫そうなの。だからね、全く参考にはならないんだけど、あ、いいね、会社でいいなと思う人と LINE 交換したいとき、ピンクさんならどうしますか。うわあ、私結構ストレートだからな、どうしようかな。今は在宅ワークなので会わないのですが、LINE ワークスみたいなチャットで
個人メッセージを送れます。社内ではすれ違ったりすればちょっと話はする程度で、彼女がいるとか全然わからないです。ピンクさんならどうするかアドバイスください。個人メッセージを送れるんでしょ。え、送ったらもう LINE 交換しても当然じゃない。これダメ。なんかだからちょっと付箋、なんかフラグ置いといて、そのみんなのその何 LINE ワークスのチャットでなんかこうポロポロポロっと種だけ撒いといて、で個人メッセージで、あ、これについて、なんこれについてって言って送ったら、全然向こうはね連絡くれて嬉しいと思うよ。あの緊張、こっち側は緊張してると思うけど全然気にしないと思う。大丈夫だよ、いっちゃえ今日もう。大丈夫大丈夫、全然。質問。おつぼね従業員が常に不適されたような態度、他の従業員からペアで働きたくないとのこと、どうしたもんかと。でもまあその会社的におつぼねさんがいる価値があるから、おつぼねさんはいるんだよねきっとね。ふてくされたような態度、まあなんか仲間外れされてるっていうのがもう伝わってんじゃない、もはや。だからなんか陰でこそこそ言っているのがバレてんじゃない、それふてくされるよね。でもなんかもはやなんか共通の話題みたいなのを見つけて、ちょっとなんかこっちも仲良く していきたいですみたいな態度が、態度ね、あの言葉で仲良くしていきたいですとか言うんじゃなくて、え、歩み寄ってみたろ。もう多分プライドも高くてさ、向こう側から歩み寄れないと思うわけで、なんか若い子たちがなんかキャッ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 自分をのけものにして楽しそうなのが、またそれはそれでブッってなってるじゃない。もう合わせてあげるしかないよ、みんなでね。でみんなでなんか少しずつ一緒に仲間本気で仲間には入れなくてもいいかもしれないけど、でも働きやすくするためにはなんかいつもより一言二言多めになんか挨拶とかなんか声掛けしてみたらどうね。だってこの人をクビにできるのは上司でしょ。もう会社が上司しかクビにできないから、こっちが歩み寄ってあげよう。コロナのワクチンはされますか。すると、もう、うん、する予定。もうそろそろかな、もうそろそろできるんじゃないかな。コロナはのワクチンはする予定だよ。質問なのですが、結婚は勢いでした方がいいのか、慎重にした方がいいのでしょうか。ピンクさんの意見を教えてください。まあ勢いでできないんだったらしない方がいいんじゃないっていう感じかな。でもやっぱさ、女の人ってさ勘が鋭いから、ちょっと慎重になった方がいいかもって思った段階でなんか怪しいことがある気がする。こっちの気持ちもそうだし、向こうに何かあるかもしれないし、もうその勘は信じた方がいいかも。だから勢いでバババッとできない結婚であれば、ちょっともうやめた方がいいかもとか、私が言って大丈夫これって感じ。だからちょっと今じゃないかな、来年かなとかって、来年は何やるか分かんないし、だってコロナみたいなのがさまた来るかも分かんないじゃん。だから勢いに乗ってやれる結婚はしたらいいんじゃない。私たちの結婚はまあ勢いっていうかタイミングががっちりあったから、もうしちゃうかみたいな感じだったよ。だから付き合って3ヶ月半ぐらいでプロポーズもらって、そこからダダダダって感じだった。なんか暗いね。そう、一番最後に泣いたのはいつですか。話せたらでいいです。私定期的に思いっきり泣きたくなる時があって、泣いた後すっきりするんですよね。普通に幸せに生活できてるのにな。あー思い出せない。一番最後に泣いたの思い出せないな。思い出せるとしたら、
この質問をくれた方と同様に定期的に思いっきり泣いたりしてた時があったの。私も20代前半、19後半とか20代前半、その時はすっごい背伸びして頑張ってて、から東京で起業した時、まだもう超素人よ、起業し始めの時ですごい背伸びをして頑張ってた時があったわけ、舐められないように。で今で別に、今はもう女社長とか今いるけど、当時はなんか看板的な感じで女社長っていう肩書きだけの女社長はいたけど、本当に中身も全部やってる女社長ってすごい少なくて、だからすごい頑張ってた時はストレスもないと思ってたけど、定期的に思いっきり泣いてた。すっきりするんだよね。でも何が悲しいかもわからないわけ、何が問題かもわからないけど、定期的にすごい泣きたい時があった。でも今ないわ。だから多分無意識に頑張って振り立たせてた何かがなくなったんだろうね。多分精神的なものと社会的な地位みたいなものがなんかこう合ってきたんだと思う。でそこからすごい楽になって、なんか落ち着いて事業ができるというか、なんか経営ができるようになってからは泣かなくなったかな。だから普通に幸せに生活できてるって私も当時思ってたから、でもどこかで背伸びしてる部分があったんじゃないかなと今思うとね。だから最近はマジ泣いてない。大丈夫かな。だからもう泣けるかなって思うぐらい泣いてないかな。そうです。だからあんま無理せずに、もちろん幸せなのはそうだと思うけど、泣きたい時は泣いた方がいいんじゃないね。私もそれですっきりしてたから。そうそう、私もあったあった。ほんと我が家は2歳1歳の子供がいる4人家族です。旦那が去年転職して手取り26万円、ちなみに旦那38歳です。生活が厳しいので今年4月から子供2人を保育園に預けて私もパートに出ます。旦那は何か自分で会社をやりたいと言いつつ、何をやりたいんと聞くと40歳までに見つけたいなぁと言います。かといって毎日スマホでゲームばっかりしててこの先不安です。何かいい情報ないか私に聞いてるぐらい。流行りも興味がない旦那、周りに自分で起業してる人がいないので何かアドバイスがあれば欲しいです。周りに自分で起業してる方がいないのに自分でやりたいって思ってるんだね。だ旦那さんの周りに起業してる方がいらっしゃるんじゃないかな。じゃないとこんなこと言わなくない。まああとはそっか、まあ、テレビとか YouTube とか見ててっていうことかな。なるほどね。まあ放っておいたら、だって見つかってないんでしょ。で見つけようともしてないんでしょ。本気になるまで放っておいたらいいんじゃない。だって40歳になったら融資してくれるところそんなにないと思うし、まあ聞いてる限りでは厳しいよね。だから自分で会社がやりたいっていうか、まあやりたいって言いつつ、この旦那さんの場合チャレンジというよりは楽してお金を稼ぎたいと思ってんじゃないかなっていう感じがする、この文面だとね。なんか楽して経営者やってかっこいいし肩書きもみたいな感じがするけど、やっぱ会社をやるって休みもないし、お子さんが2人いらっしゃるし、まだちっちゃいじゃん。だから40歳になったとしてもさ、小学校行かないわけでしょ、子供2人は。だからそんな状況で起業はもう本気でやるとしたらね、もちろん休みにはない、寝る暇もない、お盆正月なんてもちろんないっていう状態で、約2年間ぐらいはノーギャラでも仕方ないって思った方がいいかもしれないです。
マジで。なんかそんな無理じゃん。で、融資してくれるとも限らないから、すごく優秀な、パートナーを見つけて一緒に、2人で起業するっていうパターンがいいと思うけど、その優秀な人を捕まえるかどうかっていうのも超運もかかってるから、どうだろうね。だから本当に一人、旦那さん一人ではやれないんじゃないかな、このままでいくと。だから本当に何か、なんか自立をさせて、起業という経験をさせてあげたいのであれば、起業経験のある人と一緒に、パートナーを組んでやるのが、旦那さんもこけずにいいんじゃないかな。けどなんか借金を負わせられても困るからね、お子さんもいるしね。だからまあほっとけば、ほっといたらいいよ。まあだから危機管理がないからさ、まだ焦ってないんだよ。ないし、実際に動き始めないとどれだけお金が必要かとか、どのぐらい無理なことを言ってるかっていうのがまだ計算できていない段階だから、ほっておいていいと思いますよ。そのうち気づくから。質問動画撮った後にふと思いついたんだけど、優秀な、経営者、まあ、一緒にやろうと、まあ、パートナーを組もうとするそのパートナーを見つけるんであれば、まあ国内やろうね、まあ海外でもいいけど MBA が取れる大学とか大学院とかに、その学校に行って、でそれを取ろうと思ってる人たちってかなり意識高くて優秀で、起業したいとか、もしくはもう起業しているとかの人なわけで、仲間探しをしに、わざわざ行ってる人もいるぐらいなのね。だからそういうところに行って同じ志の人を、見つけるっていう手が、まあ、一番、まあ、効率はいいかも。まあだから国内だったらグロービスみたいなさ、正式名称何？グロービスなんとか学校？まあ要はおじさんたちが行ってんだけど、まあ、若者もいるかもしれないけど、要は MBA を取る、国内でまあ一番多いんじゃないかな、学校数で言えば。でそことかにも行って、経営の知識も学びつつ、まあ優秀な仲間を探すっていうのは一番手かなと思いました。じゃピンクさんに質問です。自分に自信を持つことと天狗になってしまうことの区別ができません。なので物心ついた頃から自分に自信が持てないです。どうしたら自信持てますか？あんまり褒められなかったのかな。自分に自信が持てる一番最短の、解決法というかは、成功体験をちょっとずつ積み上げていくことな気がするのね。例えばね、1週間で 500g ダイエットしますとか、何でもいいよっていう、すごい短い、目先のところにゴールを置いて、そこやってみる、クリアできた、やればできるじゃん私つって、次はもうちょっと遠いことをクリアするっていうのをやってって、すると自分で成功したっていう体験が蓄積されるわけ。そうすると、あ、私はこのぐらいの目標だったらやれるんだって思うわけよ。そうすると自然と自信ってついてくる。あ、私って大丈夫って自分を自分で肯定していくようになるから、それでいいんじゃないかな。それ別に天狗にならないじゃん。1週間500g痩せたぜって天狗にはなりやしないから。で、天狗になるっていうのは周りから、その実績以上の感じで褒められてるからだと思うのね。だから本当は、例えばね、数学の点数で50点取りました。で、50点なんだけど、いかにも他の人とかが200点取ったみたいな感じで、すごい天才みたいなことをずっと言われ続けると天狗になる気がするわけ。だからその事実よりも
もっと誇張された感じで評価をされ続けると天狗になるし、自分でも誇張した評価を自分に課してると天狗になる気がするよね。でも大丈夫、あなたは天狗になることはないと思う。この問題を持ってるとすれば、だからちっちゃい成功体験を積み上げていけばいいと思います。全然問題ないです。今からでも遅くありません。ピンクさんは未来予想をどのような自分になるのが夢というかお望みですか、こんな感じになりたいなっていうのがあれば聞いてみたいです。あ、将来の夢ね。将来の、まあ、未来予想、私高校生の時に未来予想をすごい細かく書いてて、何年にこうなる何年にこうなるみたいなのを書いてて、でそれずっとしまってあって、20代前半の時にその書いてる紙を偶然見つけたわけ。そしたらその未来予想図の2年ぐらい、早めにクリアしてた全部。でもその通りに行ってた、その高校生が考えた未来の私の通りにほぼね、まあ、ちょっと早くクリアしてはいたけど、それになってたから、あ、なかなか高校生 の私はちゃんと未来見据えてたんだなって思ったプラス、やっぱりそんな私変わんなかったんだなって思った。今はね、そうね、まあ変わらずに、なんかピカッとなってる、そう、まあ変わらずに、挑戦したい時に挑戦したいことが挑戦できるだけのお金は持っときたいなっていうのと、お金と時間をね、なんか金儲けがしたいとかじゃなくて、なんかこの事業をやりたいって思った時にお金がそこに突っ込めるって挑戦できるようにはしたいかな。だからもう定年とかないしさ、年金も私多分もらえないからうん、だからまあ死ぬまでというか、うん、まあ飽きるまで何かを起業して、また違うことに興味持って起業してみたいなのをずっと続けられるような健康な体を持ち、健康な脳みそを持ち、なんか年取っても頭が固くないおばあちゃんでいたいな。それが夢かな。そんな感じになりたいなと思ってます。こんな感じで終わりですかね。質問、皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。